リサ、少し遅れてる。もっとテンポを上げて。オッケー。アコは逆にリズムが走りすぎているわ。もっとみんなの音を聞いて合わせて。はい。サヨとリンコ、ラストのサビをもっと盛り上げて。今の感じだとまだまだ盛り上がりが足りないわ。わかりました。あ、はい。それじゃ、もう一度初めから行くわよ。ユキナさん、すごい。ここに来てからずっと歌い続けてるのに。このままだとユキナさんの気迫に負けちゃう。アコのドラムでちゃんとユキナさんの歌声を支えなきゃ。お疲れ様。明日はライブ本番だし、そろそろ上がろっか。もうこんな時間になるんだ。練習始めて3時間くらい経ってる。全然気づかなかったな。それだけ集中してたんだね。リンリン、まだスタジオの予約時間残ってるし、あと1時間だけ練習していかない？うん、私もしたい。よし、ユキナさんに負けないくらい頑張ろう。ちょっと、二人ともまだ練習する気なの？私も残ります。え、サヤも？私も残るわ。ユキナまで。もう、休むのも練習のうちなんだからね。リサ、あなたはどうする？残るのに一人だけ帰れるわけないじゃん。こうなったら私も最後まで残るよ。明日はもう本番ですね。ええ、ここまであっという間だったわね。曲の完成度も申し分ないものだと思います。これならお父様の曲にもう一度新しい命を吹き込むことができますね。結果的に全員の演奏技術の向上にもつながりました。湊さんのおかげです。いえ、ダメね、これでは。サヨ、あなたの音楽との向き合い方、お父様の曲を演奏すると決心したそのひたむきさと強さ、正直言って見直しました。私はそんな風に言われるほどじゃ。音楽との向き合い方に関しては私も少し思い悩むことがあったものですから。さよ、明日はいい演奏をしましょう。実力以上の演奏ができるように。お父さん、今いいかしら？明日私たちのバンドのライブがある。それを見に来てほしい。音楽への向き合い方、私なりに出した答えを明日歌にしてみる。だからそれを見てほしい。ありがとう。それじゃ明日待ってるから。シルバーのアクセサリー。お父さん、ありがとう。